Hey guys and girls, welcome back to some Zero no Kiseki 7, part 17. And we just finished exterminating the beast. We're gonna head back to Amerika, let them know, and see where we can go from there. I see, no more worrying about them then. Looks like we can finally get back to tending our fields. It seems I owe you my thanks, special support section. It was no biggie, stuff like that is nothing for us. Honestly, you're all talk. There's something else Chief told her. Since that property is on the road, you should put up a warning sign so people don't accidentally wander inside. I'm sure that can be arranged. Besides, I want just our villagers to enter that place from now on. However, I can't help but notice that this all started after the wolf attacks. It's almost been a month since then, and yet this still happened. A correlation has not been confirmed, but it's quite probable. With our extermination, I do not think any more monsters will attempt to trespass. You think? Well, hearing that is music to my ears. Anyway, thank you, as always. I'll make sure to call if something else pops up. You can count on us, sir. Call us and we'll come running. Let's rest at the inn real fast, because those things were tough. But we managed somehow. No, not you. Okay. So we're heading back to town. Actually, before I do that, want to boost that a little bit. Take the bus back. Hi, Tokumu Shienka, Banningsです。フラン、直接連絡なんて珍しいな。何かあったのか？それが実は支援課に相談があるという市民の方がいるんですけど、直接そちらに回してもいいですか？なあ、大丈夫だと思うけど、いつものように端末で回せる話じゃないってことか？はい、ちょっと深刻そうな話なので。それにロイドさんたちをぜひにと指名される方も珍しいですから、どうせだったらと思いまして。そうか、事情は分かったよ。支援課の方に戻ればいいのかな？はい、相談者の方にもそちらに向かうように伝えます。どのくらいでお戻りになりますか？そうだな、少し遅れるかもしれないから、早く着いたら中で待っているように相談者に伝えておいてくれ。はい、わかりました。それではロイドさん、よろしくお願いしますね。緊急の要請が入ったの？ああ、ちょっと深刻な話みたいだ。他の支援要請は切り上げて、一旦支援課の方に戻ろう。了解です。で、相談者ってのは美人なのか？いや、知らないって。Probably that actress, right? I would imagine. So I guess they're giving us time to do the side missions, but I don't plan on doing the side missions right now. So we're just gonna go straight back to the SSS and deal with our guest. おっと、もう来てたみたいね。あ、すみません、勝手に上がり込んでしまって。リシャ、その、なあ、いいですよ。話は聞いていますから。相談者の方ですよね。ようこそ、特務支援課へ。
リーシャー・マオと言います。本日は相談に乗っていただきありがとうございました。うわぁ、こいつはまたトランジスタグラマーです。あんまり露骨に見つめないの。ちょっとロイド、とりあえずそちらにおかけください。まずは一通りお話を伺います。脅迫状？はい、一週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙が届いて。あ、イリアさんというのは炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシェルの大スター、国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。そのさすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。はい、本人はただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面でただのいたずらには思えなくって、それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに？そのイリアさん自身が持っています。すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか？当然アルカンシェルの関係者なんですよね。あ、はい、一応アーティストの一人です。そのまだまだ新米なんですけど。って、ああ、なんだよさっきから。君の顔、新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役、イリア・プラティエが大抜擢した彗星のごとく現れた大型新人って。そんな大型新人なんて。まだまだ稽古不足で足を引っ張ってばかりなんです。本当はデビューなんて早いと思ってるんですけどそれでもすごいですよ。あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから。大体わかりました。しかし話を聞いているとイリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい、とにかく今は舞台の完成度を高めたいから外部の人間は入れたくないって。特にその警察なんか言語道断だって。Rude. But they are kind of buffoons. That's why it's better to deal with us. それでは私たちも出る幕などないのでは？でも皆さんは特務支援課なんですよね。雑誌で読んだ限りなんだか普通の警察の方よりも親しみやすそうっていうか、そのイリアさんも納得してくれるんじゃないかと。こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は？イリアさんは民間人ですし彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで遊撃士協会はとても人気があるみたいですから、公演前にそんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそうで。その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。 Makes senseWe're kind of nobodies. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
リーシャ脅迫状の件、特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私、一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので、いつ来ていただいても大丈夫です。ええ、わかりました。まったね、リーシャちゃん。さてと。Now my question is、とりあえず劇団に行ってみよう。Where did she, when did she like become so like fluent in like weaponry though? Cause like in Codestal 3, Risha's carrying around a freaking amazing sword and everything. So I'm really curious. 脅迫状を見せてもらわないことには始まらないしな。始まらないしな。そうですね。She's hiding stuff for sure.ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし約公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生イリアだぜ、生イリア。確かにあのイリアプラティエから直接話を聞くかもしれないのよね。ちょっと緊張してきちゃった。そんなにか。雑誌とかで見る限り確かに美人だとは思うけど、ちょっと楽しみです。All right, I guess we're going to Arc NCL.改めて見るとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど、築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシル姉に連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。あ相変わらず雰囲気のある玄関ね。音楽が流れてる。ってことは稽古中なのかな。おお、きっとそうに違いね。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、特務支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ええ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。ちょうどイリアさんの稽古劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。いいんですか、イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなさじを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。Sounds good。 よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。 Off to see Ilya。
Look at her. She's hopping around and floating. お邪魔そのな、なんて言ったらいいか。あの、すごかったです。ちょっと魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか。当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。It's better っすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた。はい、特務支援課の方々です。ふーん、確かに全然警察っぽくは見えないけど。でも事情聴取とかするんでしょ。たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあ、イリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいいじゃないか。そう言われても、公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君と来たら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控え室にでも。あら、あ、やかし knows Lloyd's sister。 イリアさん。ロイドって今そう言ってたわね。ひょっとしてあなたのこと。ええ、まあ近い。近すぎるって。ロイズ like, oh my god, she's beautiful, she's in my face。 フルネームは。そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。わあ、おいおいおい。イリアさん。何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージと本当そっくりじゃないの。あのひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり。セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するわね。 Hey, look at the boobies. I'm sorry. イリア・プラティエ。劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。Nice to meet you too. Let Risha join us, please. まったく、イリアさんたら、いきなり抱きついたりして、ロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。それにお姉さんに抱きつかれて、ちょっとは嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて。これが
ヒエラルキー弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジュアジーが。それでその脅迫状の件なんですけど。ああそうだったわね。弟くんの頼みなら仕方ない。ちゃんと手紙は持ってきたわ。はい、これ。どうも。頼まれたのはこっちだけど。Yen。これは新作の公演を中止せよ。さもなくば炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない。言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しくもないんだし。そうなんですか。まあうちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で脅しめいた手紙はそこそこ届く。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこが、ああそうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないわね。そもそも人の名前なのそれ？何かの暗号とかそんな感じはしますけど。 Alias, of course. うちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが、そのくらいだね、心当たりは。そうですか。ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったりしたとか。それはまさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのことを。あのハゲ親父のことか。あまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは？マルコーニっていう油切ったハゲ親父のことよ。ルバーチ商会っていうゴロツキどもを使ってるっていう。ルバーチェ商会。その名前が出るかよ。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチェ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。帝都のオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に？どうやら帝都方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチェはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。
それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか？もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと。そうなんです、私もう気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが、向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある、そういうことっすか？確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか？ええ、構わないわ。少し目つきが変わったわね。私たちがステージに上がるときと同じような目。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、リーシャの心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。 We're gonna fail this. I feel it. イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえばあの、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか？その私まだ新米ですし、ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくて。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、どうもありがとう。リーシャ、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん、何か分かったら遠慮なく劇場。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのもうなずけるぜ。なるほど、納得です。新作の成功のためにも何とか解決できるといいわね。ああそうだな。 Let's do it. Where do we start though? That's the question. さてどうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだが、一応銀という名前も手がかりになりそうですが。そうだな。なあみんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか？え？マジか。別に警察の捜査として普通の事情聴取をするだけさ。脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだわからないけれど、面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。うん、一理ありますね。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらず大手を振って歩いている連中、どんな実態なのかをつかめるきっかけになるかもしれない。なるほどな。やっぱり心配か。なんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん、いや別に。ううん、別に心配はしていないわ。そうね、尋ねるだけであればそれほど危険ではないと。この町のマフィアというのが本当はどういう存在なのか知るにはいい機会でしょうね。 Let's do it. See these scumbags. なんだよお嬢、ずいぶんと思わせぶりだな。気のせいよ。脅迫状に関しても氷炭からコマということがあるかもしれないし、早速訪ねてみましょう。ああ。データベースの情報、ルバーチェ商会のビルはそこの裏通りの途中から。あの連中の姿を見かけると思ったら。
ここがルバーチェ商会。ずいぶん怪しい路地だとは思っていたけど。